どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。本日はですね、9月19日東京ゲームショー第1日目が終わった夜でございます。いや、ロジックドネイターズ VS キヨキヨ&ジョー軍団の試合、皆さんご覧いただけたでしょうか。もうそちらは非常に盛り上がりましたので、今回ね、そのもう余韻にね、もう浸っているので、そちらも適切に雑談したいと思います。そして今回スペシャルゲストはクマウェハルパパにゃん、はい、ハルパパクランビーキヨキヨドネイターズ、よろしくね。はい、ということでよろしくお願いします。どうでした、東京ゲームショー1日目見てて。そうですね、1日目見ててグレグレグレってグレ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 って回りましたね、画面がね。僕今日ね、来ていただいた方は本当に分かると思うんですけど、超満員でございます。超満員、今画像出てると思うんですけれども、まあ、ステージの後ろから撮った画像なんですけども、こんな感じでもうギューギューで、もうスタッフさんの予想をはるかに超えた量のお客様が大盛況で、そうですね、はい、いや盛り上がって今も本当に余韻がもう抜けないです。そうですね、そうなんですよ。まあ、ハルババさんは村診断であったりとか、村診断を頑張っております。どうですか、やっぱり写真とか求められたりします？やっぱり、いやーね、もう本当に数少ないハルパパリスナー本当に助かります、ね、暇がちょっともうあれですよね、もう暇してるから僕は助けてください。あ、なるほど、なるほど、話しかけてください。ハルパパさん暇ということなので、ぜひとも9月20日は20日はですね、もうハルパパさんって言って、そうですね、そうそう、私も結構本当にですね、皆さんありがたいことに写真撮らせてくださった方本当にありがとうございます。まあ、20日もですね、もうぜひとも、まあ、本当に急ぎで、もう本当に忙しいんですよ、はい、でそこで、まあ、その時間があれば本当に撮らせていただくので、ぜひとも、あ、キョキョさんみたいな話しかけていただけると嬉しいでーす。もしね、忙しかったら、俺がね、もうキョキョさんのサインしましょうか。まあ、何でもいいんですけどね、よろしくお願いします。まあ、そうですね、でもこういう雑談系ってすごいグダグダ見たい方多いと思うんですよ、多分雑談って多分タイトルに入ってるんで、そうですね、ここで2分とかだと、え、もっと見てみたいな、全然いくらでもらう。ハルパパさんとコラボ、しかもハルパパさん今いますから、おっとっとっと、やめて。うん、そういう、そうなんですよ、いじるんですよ、物理的に今俺のくすぐったいとこいじるんですよ。ヒヨさん、俺のくすぐったいとこうまい、なんなんいつももうくすぐったいからってねえってなっちゃうんですよ。やばいですね、俺そういうキャラじゃないからね。そうなんですね、だから本当にもう横にいらっしゃるので、こういう機会ないと思うんですよ。そうですね、なので一切ない。あー、そうだな、そうですね、ゴエモンジャパン、ゴエモンジャパンリクエスト、今からくっそグダグダになるので、ここで閉じた方がいいです。はい、まあ、6分ぐらい多分動画あると思うんですけど、もうここで閉じた方がいいんで、よろしくお願いします。クソ雑談ということでね。クソ雑談。クソ雑談。はい、始まりました。はい、始まります。はい。寒くても死なな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 い。なんすか、寒くても死なない。死なねえし、みんなも。本当で、でも本当声枯れちゃったよ、本当に。第1日目から。だからもう本当夜はもう無駄に喋らないでと、キヨキヨさん言ってんのに、やっぱキヨキヨさんサービス精神旺盛なんですよ。いやいやいや、スタッフさんにも僕にもね、ずっと喋ってるからもうね。いやいや、本当にもう。喉を大切に。そうなんですよね。明日もありますからね。本当に。ね。あ、ほらほらほら。いや、あれね、やっぱ話しましょう。まあ、本当ですか。今ビビった俺。いや、ミュート状態入ってたんで、ビビった、キヨキヨさんのチャンネルジャックしたのかと思って、ビビった、危ねえ、俺もうほんとバチバチ叩かれますから、そういうの危ないですから、本当にビビったー、本当に。いや、でも寂しいですね、なんかもう20日で終わっちゃうの、ほんとに。そうですね、そうね、やりましょう、21日も、やりましょうか。やれない、もう大人の事情ありますからね。そうですね、やれないですよ。次ハルパパタン、ハルパパタンだ、ツラタンみたいなもんですよ。ハルパパタン、ツラタン、完全に深夜テンションで、本当にもうロレツが回ってないです。ロレツがロロロロ、ハルパパタンさんは、タンさん、ハルパパタンさん、シュワシュワしてるんですよ、シュワ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 してる、うまい、本当にうまい、本当にね、ありますから、そう、ハルパパさんと次お会いするときいつですかね。え、何ですか、言うんですかそれ、ここで。別にまだ近いうちにお会いしましょうよ、本当にね。
あれですよね、いいです、別に、いや、動画撮りますその時もまた。あ、撮りますか、またですね、うん、まあ、ハルバオさんと。2丁ぐらい。またそうですね。2丁あの、本当にあの、また。チーム2丁またあの、ね、会う機会あるんで、そこでもまた動画撮りたいですね。そうですね。そこでもまたツイキャスとかも。そうです、ツイキャスもやりましょう。そうです、それでツイキャスのおすすめランキングに私と、ドズルさんとトミーさんとハルパパさんでツイキャスをした際にですね、おすすめランキング3位に載ったんですよ。そうそう、ツイキャスをもう少しでもう、でもトップ3ベスト3ですから、ちょジャックしたって言ってもちょっと過言ではないですよ。そうですね、いやこれまああれ結構やばかったですね。俺あのね、あの僕結構社会人なんですけど、はいはい、居酒屋やってるんですけど、はい、あの店のスタッフからあれなんでツイキャスやってんの普通にあのみんなでそのトミーさんとかドズルさんとかあのキヨキヨさんと4人でやってた時のツイキャスをあの斜面に乗っけられて LINE できてスタッフからえなんで出てんの店長みたいな店長なんですか。店長は店長知らない人いるから。その先輩的な感じで。場所とか店言わないけど、うん、店長なんですよ。あ、そうなんですね。いいんですかこんな、こんなチャンネルで。黙ってないですよ。本当ですか。全然全然もう。ということでね、もうお時間となってまいりましたけれども。もうあと何分ぐらいですか。もう終わりですか。もう容量次ぎがいっちゃいましたよ。やばいっす。やばいですね。やばい。じゃあということで、はい、ぜひとも皆さん、まあ、深夜のアップロードとなるとは思うんですけれども、はい、9月20日も皆さん来てください。はい、ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃんチャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。